警察の方で再捜査っていうような動きはあったりするんですか？それがですね、3年前に三浦春馬さんの話なんですけど、今公では3年前2020年の7月18日に亡くなったとされてるんですけども、はい、でこれに関して不審死の事件じゃないかっていう声がたくさん上がってて、ありますよね、はい、はい、で警視庁前でもデモ活動ですとか、いろんなことが有志の団体さんの中であるんですけども、はい、その真実を明らかにしてくれですとか、はい、あの日、まあ、何があったかっていうことが、まあ、いろんなこうところで話が出てるんですけど、はい、警察の方で再捜査っていうような動きはあったりするんですか？それがですね、結局その管轄の警察署の方で、はい、まずその三浦さんのではご遺体というかを改めさせていただくんですね。はい。そこで事件性があるかないかをまず判断をします、警察としてですね。で当然事件性がないとなって、あ、じゃあこれ事件性ないねと判断で、その後のその捜査っていうのは当然ないんですけれども、はい。ただ今後も例えば、仮にその、警察の方で把握してなかった、例えば情報ですとか証拠とかなんかが出てきた場合に、あ、これ事件性あるんじゃないかとなれば、はい。再捜査する可能性はあると思いますけれども。はあ、ははあ、ただ、これは一般的な警察論の話であって、はい。で、実際に再捜査するかというと、ちょっと私の方で、そうですと言い切れませんけれども、ただ、今の段階では事件性がないということで、終わっているから、今こういった状況になっているんだと思うんですね。なるほど。なので、なんか活動されている中で、はい。これも決定的にこういう事件性でしょうみたいなものがあれば、はい。それは管轄する警察署内に、まあ、提供していただいて、再捜査してくださいってことになれば、はい。その可能性はないとは言い切れないなというところがあるんですけど。ああ、なるほど。その事件性なる、その、はい、証拠っていうことですよね、要は。はい。証拠を提供っていうことですよね。当然、警察としても、事件性があるならまず第一に確認させていただくので、はい。亡くなった方の当然、お体、丁寧に改めてですね、事件性があるかないかを判断、何かさせていただいているところがあるんですけれども、でそこで見逃しがないように、まあ、いろんな検視官といったの、ご遺体の専門にいる警察官とかですね、はい、そういったものにもこう見ていただいて、でダブルチェックをして、最終的に東京都の監察委員会という法律の先生ですよね。はい、その方にも見ていただいて、でトリプルチェックで事件性がないですねということで、そのご遺体の体に入れてたその関してはそれで終了という形になるんですね。なので当然もうトリプルチェックをしていますので、はい、まあ、事件性がないという結論で判断をさせていただいたからこそ、先ほど申し上げた通り今の現状になっているかと思うんですけど。はい。まあ、国民は、やっぱり、こう、やっぱりその中でも、不審死じゃないかっていうような、はい、まあ、時系列の部分とか、まあ、まだこう、ちゃんと国民に見えてきてない部分が、結構あるというか、まあ、よくこう、まあ、理解されてないというか、はい、そういった部分が、あるのかなと思うので、おそらくデモ活動とかはこれからも続いていくんでしょうけど、はい。まあ、ちゃんと事件性のある、本当の証拠っていうのを出さないことには現状変わらないよということですよね。警察の一般論で言わせていただくと、はい、一度警察が扱ったご遺体に関して、事件性がないという判断をさせていただいた場合に、再度その改めて再捜査するということは基本ないので、そうですよね。ただ、当然警察も人間なんで、ええ、仮に 1%、2% 見落としがある、ないとは言っていませんので、はい、
それが先ほど申し上げたその証拠というところで、はい、こういうのがあるんだよ、でも絶対これだから自殺じゃないよねっていうようなのがあれば、当然多少動きは変わるのかなという私の個人の感想ではあるんですけど。ああ、はい、わかりました。はい。はい、すみません、別件の内容で。ありがとうございます。こちらは突然お電話させていただきます。ありがとうございます。はい。また、確認とかでお電話ってあったりしますか？ちょっともし、追加で、お聞きしたいことがあれば電話させていただきたいなと思うんですが。あ、わかりました。よろしいでしょうか？それは大丈夫です。そして、はい、ちょっと私も、自分を守るために、はい、録音とか音声とは残してるんですけど、はい、これを YouTube で、アップすることって可能ですか？それはちょっと お取りさせていただいてます。それだけは、絶対にやめてくださいということで。ああ、そうなんですね。捜査に関する内容ですので。はいはいはい。現在進行形の事件ですので。あ、じゃあ、結構でも捜査ってなんか、この、さっきの、三浦春馬さんに関する部分は、いや、そこも全て含めてですね。全て含めて、そういったものに関しては、YouTube に上げたりすることに関しては、一切お断りさせていただきますので。ああ、じゃあ、内容含めですけど、例えば、電話があったとか、はい。そういったことについてはいいですよね。内容について触れない。あ、当然、内容について触れないってこと、内容に触れないってことは、いいですね。はい。それは当然事実は事実ですので、警察から電話があったと。はい。で、今、何に関してっていうことに関しては、ちょっと控えていただきたいんですね。ガーシーさんのことに関してとかいうことですか。ああ、はい。わかりました。はい、今、そう、お電話してるわけですよね。切り抜きをしていた人とか、にですね。わ、はい、かりました。はい。先ほどの目的に関しては先ほどご説明した通りですので、切り抜きさんたちに、切り抜きどうぞということで、切り抜きさんたちが得た収益から、いくらともらってましたというところのちょっと裏付け取りたかったというところなので。あ、わかりました。仮にこれって YouTube 上で出たりするとどうなるんですか？一旦Twitter とかそういったところでこう、とは言ったものの上げる人がいたらどうなるんですか？結局そこは、こちらとしても、しかるべき措置を取らせていただきたいなというところで、まだ当然、先ほど申し上げたとおり、事件捜査中ですので、まだ起訴起訴もまだ判断されてない状態で、はい、そういった情報を流されると、捜査自身に、ちょっと、支障が出ますので、そこをちょっと一番重要視してまして、出していいですよっていうタイミングは、ないですね。はないってことですよね。ないですね。要は。あ、わかりました、わかりました。警察の取り調べとかですね、供述、聴取する場合にも、すべては二歳録音器具とは持ち込ませないというのが基本なので、聴取する前に必ず確認させていただいて、録音はダメですよ、録画ダメですよっていうのを説明させていただいた上でお話を伺ってますので。はい。そういうことですね。はい。さん自身の、中で留めておいていただければな。あとはもう全文で警察から電話来たよとか、そういった形であれば、それはもう当然、止める権利もありませんので。あ、はい、わかりました。公の方に乗っけるのだけはちょっと勘弁していただきたいなと。わかりました。はい。はい、それは守らせてもらいます。しっかり。はい、申し訳ありません。はい、ありがとうございます。お時間いただきました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、はい、失礼いたします。失礼します。ということでですね、約30分、警視庁の方から電話が来ました。内容の方はね、伏せてくれっていうことなので、捜査の方に支障が出るということなので、それはちゃんと約束を守らせてもらって言いません。言いませんけども、なぜ、私が、ウェイブチャンネルっていったアカウントで、三浦春馬さんに関する、動画をね、上げてて、で、そこで、ある方の切り抜きを始めたんですけど、警視庁のね、方からね、電話が来たというのは、皆さんおそらく、察していただければわかるかなと思います。なぜ警察がこのタイミングで、当時、
こういう我々のようなものがね、やっていたことについて電話をしていってですね、どういう状況でお金の流れがどういうふうになっていたかっていうのを、まあ、これからのね、資料として、まあ、参考にして使っていきたいんだなというようなことがね、わかりました。で、これについてはさっきね、まあ、警視庁の方とお電話して話した通り、捜査中なので、絶対にあらゆるね、YouTube ですとか、他の SNS 関係で上げることはやめてくれと。もし上げるようであれば、しかるべき措置を取るというようなことを、おっしゃっていたので、もちろん上げません。じゃあ上げるタイミングってどこですかと聞いたんですけど、いや、上げることは許されませんっていうふうな回答でした。全部録音取ってね、約30分ぐらい電話で話をしたんですけど、まあやはり、今話題となっている方のですね、やってきたことっていうことがね、まあ裏付けとして、証拠として、警察の方も上げていきたく、今、一人一人にね、お電話しているんだと思います。まあおそらくね、これからどうなっていくかはわからないんですけど、まあ、包み隠さず全部話をさせていただきました。おそらく、当のね、本人も、包み隠さずね、話すっていうことはね、おっしゃっていたと思うんで、ここでね、こう、我々が、なんだろうな、こう、変に、なんだろうな、援護するようなことを言ってしまってもダメですし、明らかにね、すべてを明らかにした上で、まあ、どういうふうになっていくかっていうのを、見守っていきたいなと思ってるので、とりあえずですね、警視庁の方から電話がありました。03-3581-4321 という番号から電話がありました。当時のですね、まあ、どういう流れで、まあ、お金が動いていたかとか、どういう流れで YouTube をやっていたのか、どうですとか、ことをね、聞かれた質問をすべて答えさせていただきました。ですので、まあ、これからね、まあ、そういったものも、まあ、裏付けの証拠として、どんどんね、盛り込んでいかれて、どうなっていく、いくのかっていうのはね、皆さんで、自分の目でしっかり、見ていただけたらなと思います。一旦、まあ、警視庁の方から、今回のこの事件についてのこれまでの、私が知っている内容についての、質問がお電話でありましたということで、ご連絡をさせていただきました。以上です。